なんか当たり前ではあるけど、本当にみんなが思い詰める状況になってしまったんだなっていうのどうぞが。これからもよろしくお願いします、八神さん。もし私にもできることがあれば何でも言ってください。何としても沢先生の無念を晴らさないと。ねえ、八神さんが、やはり、私のプレイヤーは、その八神さんの視点で動いているから、八神さんが一番辛いって思ってしまっているけど、理事長先生だって泣くほど辛かったんだろうし、多分、八神さんと話すまでも、散々泣いたんだと思うな。生徒たちもね、体育館でも泣いてる子もいたし、辛いだろうな。これをまだこの学生の子供の時代から近い人の死を味わうっていうのもなかなか酷な話ではあるよね。ただまあ問題はそれを生徒たちが個々でどう受け止めるかだから。やはりいじめっ子の子たちが気になるね。再燃するようには思えないけど、思えないけど、八神さんじゃないっすか。まあそうだよな。何しに来たんです？様子が気になっなんかおかしいですよね。八神さんが来た途端、御子柴先生が死体で見つかって、次は沢先生が殺されちゃった。ままあるで疫病神みたいな。間違いではないか。確かにそうかもな。多分特に仲良かった子なんだろうね。みんなマジ辛気臭くてだるい。沢先生って男子受けは良かったけど、授業は程度低いし、大して面白くなかったし。まあ真面目そうだから少ね。なくとも私は全然一緒に泣けないっすわ。偽善者っぽい。これは本心なんだろう御子な。柴先生の時はみんなはしゃいだりしてたくせに。おい、お前も黙ってろよ。と言う人も出てきたんだ。くせえぞ童貞。前に出るか。んだよ、こうだ。八神さん、私たちなら大丈夫です。刺したのか。今はわからないことだらけで、みんな不安定なだけ。それはそうだね。でもだから、沢先生に何があったのか分かった時は、私たちにも教えてもらえませんか？優等生気取り、すかした顔しちゃって。何？どうしたんだよ茜。お前変だぞ今日。そうなのか。前にも言ったと思うけど、俺は探偵でさ、御子柴ヒロが何で殺されたのかを調べてた。それで沢先生とも話してたんだ。彼女はその事件との関連で巻き込まれた可能性が高い。まあこの辺は喋ってもいいか。だから俺は先生のことも御子柴のことも絶対に全部はっきりさせる。いいよどうせ。ネットじゃ御子柴先生完全に悪者じゃん。そうだね。昔いじめしてたから殺されて当然だったって。そうか、この子そうただちにな。は先輩だもんな。なら俺のレポートが聞きたくなったら、そん時声をかけてくれりゃいい。お前の抱えてるそのモヤモヤ晴らすには俺の仕事は役に立てると思う。今は腹割って話してるね。なんだよ探偵って。ああ、うさんくさ。ああやって自分を多分保ってるんだろうな、あの子なりに。あいつさ、茜、御子柴先生のこと好きだったんだよね。あ、恋愛ってことか。ノリも合ってたし、めっちゃ話してたのに、ある日どっか消えちゃった。仲良くしてたつもりが自分の一人相撲だった。おかげでモヤモヤしっぱなし。それで自分にブレーキがかけらんなくなってったんじゃないかなって。失
失恋って言ったら軽いかもしれんが、だから今までのこと許してくれって言ってるわけじゃねえよ。前で話した自分たちが許されないことしたってわきまえてんなら上出来だ。そうか、ごめんな、コーダ。これまでしてきたこと全部。まあ、いや、でも意味がある。一生許されないと思っても、それが当然なんだから。そうっすね。でも、よく謝った。簡単なことじゃないよ。とも。すごい勇気だったろうよ。まあ、当然だからいじめを良しとするわけではないけれども、あそこで正面向いて頭下げられるって、彼もすごい人間だね。いや、よくできた人だと思う。とんでもなく、私なんかよりよっぽど。彼も彼でいろんな人が死んで、まあ、思うところがあったんだろうな。当然か。おっとっと。あ、ごめん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 。学校を出る。1階分をこう、たまにエレベーター使っちゃうと、あって思うときある。なんか他に人が待ってたりしてるとさ、階段で行けばよかったってなるよね。星稜高校を出て、とりあえず99か。そうだね、結局つくもさんの怪我とか感知したのかな。その辺もまだ、そういや最近全然会ってないね。久しぶりに会いに行こう。はい、戻ってきまーして、っと大丈夫かな、また何かあったりしてないかな。怖いな、戻るのが。大丈夫そう。あれ、あー、探偵犬だ。めっちゃ尻尾振ってる。連れてきてーけどごめんね。動画では遊んであげられないんだ。あ、みんないる。あ、まだ怪我は治ってないか。戻ってきたか、タボ。お疲れ様です、矢上氏。高校の様子はどうでしたか？元気そうでよかった。理事長が全校生徒を集めて集会を開いてた。沢先生の件でみんな動揺してる。当たり前だな、うん、そりゃそうだよね。話せばいいのかな。昨日先生の部屋から持ち出した卒アルだけど、つくも君に渡してあるよ。オッケー。矢上さんも後で中見てみたら。そうか、なんかいろいろあって忘れてたけど、卒アルを見るのか。俺には今も昨夜見たもんが信じらんねえよ。うん、沢先生の仇絶対に取るぞ。だろ、タボ。いいね、怪盗さんらしくて。何かあった時に止まるんじゃなくて前に進むことを選ぶのはかっこいいね。矢上氏が来るのを待っていました。これからやるべきことを話しましょう。あなたもかっこいいね。よろしいですかな、矢上氏。行動的だね。よし、始めよう。ああ、始めよう。あだを取ろう。やっぱりゲーミング PC 似合わないだ、こういうシーンには。職員会議中、高性能だろうけど。自宅に空き巣が入ったとの電話で呼び出され帰宅しています。これは誰から。その後の状況から察するに、電話は RK がマンション管理人の名前を語ったものだったと思われます。ああ、そこまで分かんないか。そして沢先生は RK の連中に囚われてしまったのです。だが RK の目的は沢先生じゃなくて桑名を捕まえることって話だったよな。阿久津も相馬もそう言ってた。まあ口封じ。だから多分沢先生は桑名をおびき出すために利用されたんだと思う。としたら絶対つながりがあるのか。なんで沢先生が桑名をおびき出す餌になるんだよ。
あの二人はどうつながってんだ。それこそ黒川学園とか。そもそもなんで RK は桑名さんを追いかけてんの。まあそうだね、カムロ町のハングレが偉人町のベンギアをさ、何かの事件を追っててわからないことだらけだよな。だから俺らが最初にやるべきなのは RK より先に桑名を見つけて話を聞くことだと思う。そうだね、そもそもあいつは桑名じゃなくて北方ってのが本名らしい。北の方じゃないのかな。 RK は逆にクアナって名前を知らなかったみたいだ。本名から知ったのか。結局俺らは偉人町の便利屋ってこと以外にクアナのことを何も分かってないんだよ。便利屋は本当らしいのかな。ちなみにクアナさんは昨日から連絡がつきません。うん、一応留守電には返事が欲しいと言っておきましたが。まあ逃亡してるからね。あいつが便利屋をやってた事務所の場所は。クアナさんって仕事はスマホ一つで撮ってたみたい。ああそうなんだ。だから名刺にも事務所の住所とか書いてなかったんだよね。まあ現代的ではあるが。そうだカイトさん、ちょっと怪しいか。さっき桑名さんと飲み歩いた店に何件も電話してたでしょ。あの人がどこに住んでたかって。行動的だ。でついさっき分かったんだがよ、うん、どうも桑名のやさは中央通り西にあるプレハブみてえな家らしい。目撃証言かな。仕事の依頼料が高い割にはえらく汚いとこで寝泊まりしてるんだと。そこまで分かったんなら、うん、まずはそこに行こう。お金さそう来なくっちゃな。もしかして自分のためじゃなくて。話の続きは後だ。誰かに使ってる。なかなか腰が落ち着きませんな矢神氏は。思案することよりも行動が大事ってね。なんかどっかの偉人が言ってた。桑名さん、まあ謎だらけで今憶測しかできないけど、お金をさ取ってたのって誰かへの仕送りとかだから、子供がいるとか、沢先生の旦那ってことはないと思う。あ、でも元婚約者で別れたとかいう可能性はなくはないか。え、だとしたら仕送りを送るか。いや、まあ本当にこの辺は言ってたところで真実がわからないと意味ないからなって思ったよりもプレハブだったね。ここ桑名のねぐらってあるある、こういう場所。ああそうらしい。なるほど、モグリの便利屋って感じの家だ。寒そうだね冬。この辺の車は契約者でお金取ってんのかな。こんなご丁寧になんか立派な会場みたいな立ち入り禁止やっちゃって。あれ、どっから行くんだ。ん、ん、え、これ通れる。通れないよな。柵またぐのか。またぐんかーい。だいたいゲームのこういうちっちゃい柵ってさ、これだけで主人公を通れなかったりするから。逆にゲームのしすぎがあだになったな今。通れるんですね。特殊部隊とか段ボール1個あると通れなかったりするからさ。なんだよどうした。あれ、ドアが壊されてる。あー、バールか何かでこじ開けられたんだ。 RK か。なるほど、誰かが一足先に来たんだとしたら RK の連中だろうぜ。こうやって曲げれば開くのか。今クワナを追ってるのは奴らと俺らだけだ。まあだろうな。寒そうだね、やっぱり。完全に先を越されたな。ああ、散々。仕方ねえ。RK も頭数だけは揃ってんだ。漁られたか。人海戦術で来られりゃ、競り負けることだってある。まあ普通はそうだろう。クワナは多分、夕べからここに戻ってないんだと思う。まあそりゃな、自分が追われていると気づいて、どっかに逃げたはずだ。下手すると、もう偉人町からも出てったかもしれない。まあ私ならそうする。じゃあ俺らは、ここで何をすりゃいい。当てを探すか。あいつの本名は北方ってことだった。だとしたらなんで偽名を使わなきゃいけなかったのか、正体が知りたい。まあそこから
沢先生との接点が見えてくるかも。便利屋やってる手前、要は桑名の正体を知る手がかりが欲しいってことだな。俺が言いたかったのはまさにそれだよ。分かり合ってるね。まあ便利屋っていうね、ちょっと裏にも足突っ込んでる仕事してる手前、まあ偽名を使うのは当然な気はするが、これは意外とだらしない感じだったね。なんだ、タバコだ。これ桑名のかな。タバコをまあ吸うもんね。あいつが吸ってたのは確か、あれ電子タバコだ。そうか。ああそうだった、そうだった。気分によって火のタバコも吸ってたんじゃねえか。確かに両方吸い分けてる人はいるね。いるいる。人前では電子タバコとか、ああまあ外では電子タバコ、家ではタバコじゃないとしたら双子か。龍が如く3だったらこれ双子がいましたになってるな。汚いね。少しは片付けろっての。実はこの部屋荒らされる前から散らかってたんじゃねえの。やめて、それ私に来る。カップラーメンくらいはゴミ箱に突っ込めばいいのに。洗面台に置く意味あるかな。雑誌、こういうとこに人柄がにじみ出ちゃうね。これは椅子、これは特に何か資料があるわけではないか。これは灰皿、あーっと灰皿だ。でもなんか妙だな。綺麗だね。この部屋の中、食い残し飲み残しが目につく割にこの灰皿は随分綺麗じゃない。ねえ、ピカピカだ。そうか、なんだ、なんかある。灰皿、確かに綺麗かもしんねえが、それがなんだ。たまたま洗いたてだったんだろ。洗うか。洗いたてっていうか、この部屋の人がしばらく使ってない感じだ。ほら、埃が溜まってるよ。帰ってないのか、ずっと。で、それが桑名の正体を知る手がかりになるのか。なるかもしれないし、ならないかもしれない。ちょっと気にしすぎだったかな。いや、少しでも不審があれば。バイオハザードならね、あのくぼみにはめて回すとドアが開くみたいな。ざっと見たけどやっぱり来るのが遅かった。よう待てってタボ、桑名を追いかけるにはまだ材料が足りねえ。全然ないね。このまま手ぶらで帰っていいのか。めぼしいとこは調べたつもりなんだけど。服とか一度調べたとこでも見え方が変わることだってある。なるほど。ここを出ちまったら桑名を探す手がかりは他のどこにあんだ。これは、これは、これってパソコンの電源ケーブルかな。マウス、マウスも置いてある。ここにノート PC が置いてあったんだ。あー、RK が持ってったのか。そいつを RK のやつらが持ち去った。まあそうか。 PC の中には山ほどお宝情報が詰まってたろうな。データ消してない限りはね。目ぼしいのは全部 RK に持ち出されちゃってるか。まあそくさんな。パソコン持ってかれたのはでかいな。相当急がないとこれ先に見つかられちゃうね。これは、ん、扇風機、プリンターか。まあ名刺とか怪しいな。これだよね。このタバコ改めて見ると気になるな。灰皿があったのに。桑名は電子タバコを吸ってるし、部屋の灰皿はあまり使った形跡がない。なんか中に入ってる。つまりどういうことだよ。このタバコ多分桑名は吸ってないんじゃないか。吸わねえもんがなんでここにあるんだよ。だろ、だからもっと詳しく調べるんだ。なるほど。桑名が、これは、あれ、ライター刺さってる。怪しいな。どういう状況。ん、あれ、このライター
なんだよ。桑名さんが八神たちに、あ、USB、いやー素晴らしい。そいつをライターに偽装してた。おお、こいつは当たりじゃねえか。RK にはバレないようにしてたのか。わざわざこんな風に隠してたってことは、桑名にとってよほど大事なもんだぜ。まあね。問題はこの中に入ってるデータだ。パソコンがあればすぐに見れるんだけどな。つくもさんのところに帰らないとね。よし、そうと決まったらつくもんとこに戻ろうぜ。